え、でもそれは今年の話？はい。なるほどね。結構大変だったんじゃないですか？そうですね、年だし。ですね。ちょっと大変とは言われたんですけど、なんか、でも意外に元気でしたって言われました。あ、そう。はい、で、主食はチモシーとペレット。はい、ペレットはイースターのやつね。はい、で、チモシーと。何グラムずつ食べるって言ってました？そこまでは測ってない。チモシーもたくさん食べてる子ですでした？いや、その日によりますね。今日はチモシーばっかり食べる日とか、ええ、今日はペレットばっかの日とか、本当にバラバラです。バラバラ。でも基本的にはあの、なんだっけ、ウサギの体格とかに書いてある何グラム上げましょうっていう、はい、ペレットの量を上げてます。何グラムか忘れちゃったけど、はい、体重の、ね、2% ぐらい、はい、ペレットはね。あ、胃がすごい硬い。あ、そうなんですか。うん、お腹触っていや硬いのはあっちゃダメなんですよ。上腹部に胃が相当硬く固まってる。中腹部とか下腹部はいいんだけど、こんなぐらい。それで脈見ますね。はい。この内股で脈見るんですけど。18。はい、ごめんね。200の80。まあ呼吸はちょっと今早いけど。で、栄養状態は。まあそうね、ちょうどいいのを3とすると気持ち痩せてるから 2.8 ぐらい。そうですね、最近痩せていくかな。で、あと最初にちょっとこれを顔ね、はい、まず 目見たんだけど、はい、目は綺麗ですよね、うん、で、あと顔色ってわかんないんですけど、うさぎさんの顔色を見ようと思ったらね、この歯の歯茎の色、はい、これを見てくんですよ、はい、と、まあ、まあまあピンク色してるんだけどちょっと赤みが足りない。それからあと不正交互ってよく言うじゃないですか、はいはい、奥歯のね、はい、前歯はこの子綺麗です、はい、あの色見たらね、奥歯の不正交互の上はこの辺なの、はい、で右と左に触り方が触り心地が違うと不正交互、はい、ひどくないと分かんないけどないと思います。ないですか。はい、か価格もひどいのがあると歯根膜炎が起きるから右と左の触り心地が違うんですけど、それもないです。毛がよく抜けますね。そうです。これも体調が悪いと抜けてきますよね。あ、そうなんですか。そのもう生え変わり終わったかなと思った。すごい、すごいですよ、うん、体調が悪いと血の巡りがさ、はい、皮膚の方までいかないからさ、皮膚の血液循環悪くなって抜けていっちゃうかな、うん、で、まあ、まず一番の問題はですね、触診で胃がすごい触れるということ、硬く、でそういう風になる要因として一番多いのは毛球症とか、はい、自分で毛を食べちゃったとか、はい、それからあとは異物誤飲、食べちゃいけないようなものを食べちゃったとか、はい、まず食べちゃいけないようなものを食べちゃったっていう可能性もこの年齢だとよっぽどないと思うんだけど、最近はなんか食べてないと思います。最近だけじゃなくて、あ、昔はたまに、うん、あのペットシートとかかじっちゃったりしてることがありました。ペットシーツ今も使ってます？あ、使ってます、まあ、普通の犬のワンちゃん、そうそう、あ、この下が、あ、その下に引いてですね、そうです、ペットシートを食べてると蓄積されて、それで蓄積ですか、うん、蓄積が怖いよね。それは、はい、もう本当にしょっちゅうではないですけど、で、あとここ24時間ってさ、うんち出てます？10個ぐらい、ちっちゃいのが、ちっちゃいのが昨日の夜から今日の朝まで10粒ぐらい で粒ぐらい、昨日は一昨日の夜から昨日の夜までにそのちっちゃいのが2、30粒ぐらいかな。本当だ、24時間で20個ぐらいだね、はい、で、おしっこはここ24時間で出てます？出てます、出てます。だから、いつもの元気を100とするとここ昨日、今日は出るぐらいとすると50ぐらい。その一応ケージの外に出してみたらピョンって出てはくるんですよ、うんうん、走り回ったりしないですけど、はい、なるほどね。で、食べないっていうのはさ、何にも食べないの？これチモシーもペレットも、昨日は果物とか野菜とか好きなものをあげれば、はい、ちょっと食べました。で、今朝は果物をあげても食べないです、うん、野菜も食べない、野菜も食べないです。あ、ほんと。でも、もちろんチモシーもペレットも食べない、食べないです。了解しました。ちょっと昼間では全然普通に食べてたので、本当に夜からちょっともうかけるのか、ちょっとお話しします。はい、外産シート作ってバリウムも入れて、はい、
ちょっと一回でおかけください。ちょっとお話をさせてもらいます。そうするとですね。よいしょ。